待て、シゲオ、自分を保て。俺様の目を見るんだ。俺様にはわかる。これは本物の肉体じゃない、ダミー人形だ。おそらく超能力者は偽装工作したんだ。なあエクボ、そんな超能力があるか。今までを振り返ってみろ。あってもおかしくない。いや、絶対ある。見つけた。とっさにそんな力を。きっとそいつだ。エクボ、ありがとう、止めてくれて。安心するな、まだ早いだろうが。追うんだろ。もちろん、今すぐ3人を奪い返すんだ。犯人は絶対許さない。どこまで逃げようが絶対に。火をつけるのに意味はあんのか。建物を一目見て処理済みだってすぐ分かる。なんだこいつ、その顔。お前は我々のターゲットじゃないか。どうやって俺らの情報を知ったんだか。まあいい、ここで死ねや。よー、少しは耐えるじゃん。家族をどこへやった。面白い。お前が感電死するのが先か、俺が落ちるのが先か。興味ない。電気以外の能力を使え。まさかそれしかできない。じゃあいいや。じゃああんたがそうなのかな。能力を見せろ。ふん、態度が悪いね。そんなに俺の能力が見たいなら見せてやる。喧嘩だ。おっさんと厨房が。無敵の防御力を誇る木の鎧、これで一方的に殴りつけるのが俺のスタイルさ。だからさ、いい加減にしてくれないかな。頑丈なバリアを持っている。それがお前の力だ。ふざけるな。僕はダミー人形を作る能力が見たいと言ってるんだ。どうして僕の家を襲った。救急車呼べ、警察も。何か勘違いしているな。俺たちはこれからお前の家を襲う予定だと。なんだと。おい、気絶してる場合じゃないだろう。おい、くそ。感動を呼んでやったぜ。お前の命もこれでおしまいだ。まずいぞシゲオ、他の超能力者が来るみてえだ。ここは一旦。まだ何も情報をつかんでないよ。こいつらの仲間が来るならそいつに聞く。ん？傘？